真夜の売り、朝がゆかい。毎月第一日曜日か。もう10年ほど前から見とるけど、一回行ったことないね。なんて、毒キノコに注意。キノコ危ないもんね。12月は今度4日で、4日でございますから。年会費が1000円でございますけどね。一回、まあ日曜日やからな、なかなか寄られへん。万葉の森でございます。こんなモニュメントいつからあったんだろうね。おはよう。はい、大阪山の井クリーンハイキングの受付だ。吠えとる。あの子吠えとる。びっくりする。これすごいじゃないですか。これ100人ぐらい出したんじゃこんないないか。来なかったんですか。あ、大阪府として、あの第2土曜を山の日ということで設定はされてます。はい、はい、うん、そうでもここでイベントしてるのは大正ということです。あ、そうですか。はい、こっちからだろうかね。6、3時からで古代池広場であるのかね。知らないんだね。はい、じゃあ行ってみましょう。6、3時あと真っ暗でございます。この暗さなんだ。気が茂っとるからかね。誰も来ないね。山の日なのに誰か来るかもで、後ろ見てみたいんやけどね、誰も来ない。まあなんとなくうまくいけて45分ぐらい登るので。45分。はい、その道をね、はい、この道の方が急なんですね。岩場があって、だから距離としては短いかもわからないけど、すごい岩場がありますから楽しみなところではあるんですけど。はい、はい、お気をつけて。装備が全然違う。装備が、あ、いやありがとうございました。すんまへん。こんな谷になってたん。これすごくなってるな。いや、これ知らないんだな。こんな谷になってましたか。あっ、ここが目立ち。まあここまで来てフラフラしてんねやから今日は無理でございますね。六谷跡まではまあゆっくり歩いても10分ほどで来ますけどね。六谷跡、これですよ。これ13重の塔ということで奈良時代に流行ったんかな。え、一番上はなくなってんのかな。博物館にね、実物大の模型がありますけどね。なんかここで見ると小さく感じるね。建物の中やから。博物館はその博物館の中はね、狭いからものすごく大きく見えるのか。そういうことか。ここにじゃあ魔界仏、ああ、もう見えんのか。彫刻した跡あんねんけど、もうねかなりね薄くなってますね。昔来た時はねこんな金網とかなかったぞ。あと掘り下げてここまでね13人とね作ったんですよ。これすごいでしょ。掘り下げてますからね、重機もなかった時代に。だからそれがこれがこういう岩がここにこうあって上までね、そういうことを説明前受けたけど、ほんまかね。これがね、ずーっと降りてたんですよ、あの辺がね。ここにはずーっと岩が残ってます、それがね、その跡は。どれぐらいでやろ。10メーターぐらい上がらなあかんか。こう削れたんかね、上がられへんかね。左か。はい、第一展望台やってきました。ちょっとガサかってるか。遥かさか分からんか。遥かさ分からんな。いや、大阪のビル群全然見えないか。残念。阿部の遥かすも境のね、ビルも全然見えない。ちょっとガスってますね、今日はね。はい、ありがとうございました。第一展望台からでした。デモ台がこんなふうになってます。これこんなふうに
ほんであの上が目だけでございますけどね、目だけ急ですね、やっぱりね、これ見たらね、本当は岩屋よく出てたけどね、やめときますもん。岩屋行こうと、あの急なところ登っていくんやからね、大変よ。はい、目だけでございました。ちょうど紅葉が始まったところでね、木が紅葉始まったので綺麗、せっかくでございますからね、同じルートを下ってもね、ずっと階段やったんで、こっちはどうやろう、こっちも階段か。ああ、ここにほれ、だいぶ古くなったね、綺麗かといえば六三寺跡のね、だから奈良時代でございますね、白水期。奈良時代というふうに聞いとるけどね、どうなんだろうね。はいはいはい、あら、このこんなに木が大きくなって、こんなやったかね、もっと小さかったな。これは急やわ。ずいぶん急階段でございます。これから上がると馬の背上がれんのかな、これ。ここからずっと上がっていったら、なんかルート変えてないかね、変えてないか。誰も上がらないね。どうしましたか、山の日。まだ夏山の穂高とかあの辺行ったらまだ人会うぞ。ああ、これが六渡りの道かね、二条山万葉の森。はは、なるほど。これがこの大杉原とこ行く、で行くんやな、これ。ああ、第二次池万葉の森。あ、休憩所がある。ちょっと見てみようか。ということは、今どこにおりますのか、現在地。六三寺跡。どんなこの地図は。先の内街道。これちょっと古すぎる、この地図はね。ダメでございました。何年前の、10年も20年も前の地図かもしれんね。全然道が変えてない。この辺にアスレチックが昔あったんだけどね。何も残ってないか。何も残ってないな。あの辺にロープとかいろいろね、貼ってあったんやけどね、何にも見当たらんかね。そうですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。二条山でした。